going to approach it like I approach any competition. Try and stay real focused and real relaxed before the competition, and then come out and compete with a lot of intensity. I've learned a lot of new skills, both in the stand-up position and on the ground, and so I'm looking forward to trying to exhibit some of those skills and just compete hard and let the winning and losing take care of itself. やってまいりました。今年の3月以来2度目のリング参戦になります。ランディ・クートはなかなかの男前であります。185センチ、 98.5キロ、37歳です。わずか2週間で5試合も戦い続けますジェレミー・ホーンです。ミレティッチマーシャルアーツセンターでトレーニング中、前回 KOK1 回戦敗れました。放送席にいらっしゃいます金原さんに敗れたものであります。しかしあれからまたまた実力をつけています。ジェレミー・ホーン、リングス USA。 第5試合トーナメント A ブロック1回戦、5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー、185センチ、 98.5キログラム、ランディ・クートー。赤コーナー、186センチ、 94キログラム、リングス USA、 ジェレミー・ホーン。さあ第5試合です。ランディ・クートー対ジェレミー・ホーンの一戦になります。まあ、両選手とも今注目の選手と言ってもいいかもしれません。まず金原さん、はい、USA 大会ね、この3人で伝えることができたんですが、はい、ジェレミー・ホーンよく戦って上手くなってますよね。そうですね、今すごいですね。もう本当に上り調子じゃないですかね。2週間のうちに5試合ですか。そうですね、今日これで1回勝ってもう1回試合したら、はい、5試合ですね。まさに戦うマシンと化していますジェレミー・ホーン。それもこれもあの熊子さん、はい、上手いから体の気づかないからできるわけですよね。はい、そうですね。本当傷をですね、まあ、合わないような戦い方を想定して作戦を組むという話なんで。しかし今回の相手はランディ・クートは強敵ですからね。そうですね、もう本当このカードはですね、UFC とかで、はい、こう全米ペーパービューでお金を取れるカードですからね。そうですか、これすごいカードですよ。おーっとコーナー今あれロードやがってます。これはまずいでしょう、これはまずいでしょう。まあ自分から上がったというのも押し上げられちゃったような感じがあるんですけれども、この辺の、まあ、臨機応変さがジェレミー・ホーンのいいところかもしれません。非常に入ってきましたね。ハイキック頭を使います。ジェレミー・ホーン多彩な技をテクニックを披露します。また膝もよく上がります。あの肘良かったですよ。右ラッパー、まだ肘が行きましたね。肘のパットをしています。アッパーで対抗します。体を密着させてまいりました。クートはこれダン・ヘンダーソンの特にしている技ですね。肩のことでクリンチしてアッパーを打つ、ショートアッパーを打つ、赤い小毛かという中に沈みます。いや距離を取りたいところです。熱海ラッパー、ジェレミー・ホーン嫌がってます、嫌がってます。また肘当たりません。ショートレンジでこれは突き上げてきます、ね、ショートアッパー対肘の対決ですね。You got a circle, bud. Take a step in circle. 体力ではクートワが押しているような感じです。上回ってるんでしょうか。KOK トーナメント、ジェレミー・ホーン、そしてこのクートワの方は今回初のトーナメントということになります。前回はセコンド役として来日しています。もう雰囲気はですから、まだまだ覚えているといったところでしょう。まあ、覚えてるも何もこういう戦い、はい、戦い続けてるわけですから、どこもね、緊張の仕方は一緒でしょうけども、左、左から右。いいですね、はい、そして飛びつきの腕に三角かなんか狙ったんでしょうか。飛びつき十字ですね。飛びつき十字タイミングが良かったんですよね。いやこれが懐の深いところです。攻め込まれていましてもこのように切り返すことが可能であります。あやっぱヘンダーソン直伝のショートアッパー怖いですね。なるほどね。おっと上から下から右のコンビネーションを使います。鼻血出しています。ランジェレミー・ホーン、There you go. おっと、ナイスナイス。じりじりとランディ・クートはパワーを生かしながら攻め込んでいきます。There you go. Follow up. Uppercut. ミラパー、ホーン返します。いやもう一発クートはいきます。
壮絶な試合になってまいりました。ナイスジョブ、バディ。ディープラー。全日本は肘は右の肘だけですよね。確かに。どうしてます？ごめんなさい。うまくブロックしてるんですけれどもね。ブロックはしてますけども、この全体的の体のパワーが違うようです。肘は回っていきません。まあ、クートはもあの実現ならなかったですけども、はい、あのシドニーオリンピックあのトライアル出ましたからね、はいはい、グレゴローマンスタイルで。残念ながら夢は叶いませんでしたけどね。アメリカでしょ、アメリカやっぱり広いですもんね、レスリングはね、庭園が。はい、引く。ジェレミー・ホーンは何をしようとして向かすか。腕を持ってた、おっと、足を出た、足を出た、さあ、絡みついたぞ、ジェレミー・ホーンが絡みついた。足首を取れるか、取れるか、潰されます。サブミッションテクニックだったらジェレミーが上ですからね。金原さん、多彩ですよね。上を攻めてたかと思うと下ね、抱きついてきますからね。はい、今を取りました。さあ、ひっくり返して、さあ、ここで手札取りましたね。このクートからの手札のことがすごいことですからね。ランディ・クートからテイクダウンを奪いました。4.5 キロ差。軽いのはもちろんジェレミー・ホーンであります。これでもう印象が良くなりましたね。はいはい、はい、しましたね。一つ、あーっと、腕式が逆十字架、取れません。相手も十分承知しています。ホーンのしかも足首を今捉えるような格好になっています。足を取られました。残りまもなく30秒を切ります。第1ラウンド5分、残り時間30秒。これは濃密な戦いになってます。30セコン、肘、膝をあてがいながら乗りかかっていきます。クートは半分立ち上がりました。中国人の体勢になってますが、足を引っ掛けた、足を取りました、足を確定、頭抱え込まれています。残り10秒切りました。ここで終わるかもしれません。クートはおそらくあの下からの攻め手がないですからね、第1ラウンドタイムアップです。難しいラウンドになりましたね、これね。そうですね。どういうふうに見るんですか、熊久さんは。まあ、の打撃で互角と考えてもですね、やはりあの先ほどのテイクダウンですね、はい、でジェレミーですね。おお、10対10つけるジャッジの方もいらっしゃるかもしれません。金原さんはどう見ました、第1ラウンド。そうですね、あのイーブンには近いと思うんですけど、すね、つけるとしたらやっぱりあのジェミー・ホンですね。おー、はい、セコンダー、セコンダー、セコンダー、ラウンド2。第2ラウンドです。なんといってもこの人がやる上を狙うのは大変なんですけどね。うん、確かにそうです。さあ、第2ラウンドの5分、お互いに組みつきます。よくしかしこのアッパーが出ます。フックアッパーというコンビネーション、右がよく出ます。おっと、滑ったのか。いや、あの引き込むとしたんですね、ジェレミーが。はい、それには乗っていきません。足を取りに来ました。逆に上からガブるような格好になっていますけども、首は取れてないんですね。あ、首よりを深く胴に巻きついています。お、首を開いて股の中、いや、タックルだ、タックルです。いいですね、金山さん、これはすごいですね、これね。そうですね、はい、さっきとあのさっきの坂田選手と同じような状態からやっぱり足を取りに行って、うん、乗りましたね。頭を相手のお腹のあたりゴリゴリ今こすりつけています。この時点でもうかなりの消耗がありましょう。ランディ・クートワとジェレミー・ホーン、この試合の後に柳沢隆志選手が登場してまいります。ですから柳沢選手がもし勝つならば、この2人のうちのどちらかと対戦する2回戦ということになります。ショートレンジの打ち合い、お、ボディブロー、ボディブロー、ダウンか、いや、足を取りに来ました。左中字狙いですね。あ、自ら回転しまして頭を入れながら相手の足を取りに行きました。いや、これ確かな差がどうでしょう、できますでしょうか。残り1分切っています。両者とも、もう体力がかなり使い残しておりません。使っています。あまり残ってはいないかもしれません。まだ延長戦というのも考えられます。おーっと、右のショート、右のショート、最初にあった、タックルに行きます。この細かいパンチをどう判断しますか。残り30秒切ります。
当然あのジャッジの話の中にはパンチの効果というのもね、はい、ありますでしょうからね。そうですね、まあ、あの前半のその、膝十字ですか、はい、あちらとその今後半の、クータのショートアッパーですか、ちょっと取るかでちょっと分かれると思うんですけども、ちょっと後半印象悪いですよね、ジェレミー。そうですね、あのパンチからちょっと逃げてるような、ふうに取られないですからね。自分の肘もなかなか出なくなりました。まもなくゴングです。第2ラウンドを終えました。これはキーサーかもしれない、ね、判定を行います。しばらくお待ちください。判定の結果を申し上げます。ジャッジ藤原18対18ドロー。ジャッジ太田20対18ジェレミー・ホー。おお、ジェレミー・ホーに太田さんは投じました。残り1人はジャッジ西20対20ドロー。あ、よってドローとなり延長戦に入ります。ただいまより1分間のインターバルをいただきます。3人のジャッジ、まあ、ドローが2人、そして、1人がジェレミー・ホーンに投じました。1対0、これでは明確な差ができませんので延長戦ということになります。さあ、あと5ラウンド、あ、いや失礼、5分です。延長ラウンド1ラウンドがあります。エキストララウンド、あの2ラウンド後半見る限り、クーターの方がちょっとスタミナ余裕がありそうな感じありますね。やっぱりそうですか、はい、あのジェレミーあの前半かなり攻め立てましたからね、はい、まあ、どちらが勝つにしてもこれあっさりと終わらせて先に行きたいという気持ちはありましょう。ただ戦っている選手たちはそんなことは思えないらしいですね。この目の前でやっぱり試合ですから、なんとかこれを片付けて先の試合という考えなんでしょう。Don't just push.あーとまた密着戦、消耗戦になりそうです。ボディブロー、コツ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 といきます。このスタイルで戦い続けているクートはこれで、おーっと、ジジジジ、今の当たり具合どうでした。いいですよ、もう一発いきました。抑え込まれているジェレミーも肘があります。お互いジェレミー・ホーンかなりしんどそうな表情を浮かべていますが、おお、右サイド、クートはクートはサイドラッシュしています。そしてローを放ったんですが、あなた自らジェレミー・ホーンの方が倒れました。休みます。あの今のノーホールドバラだったらあの体勢で休めるんでしょうけど、もう休めないですからね、気を受けるのは、はい、本当厳しいですよね。速攻させられてしまいますからね。で、速攻防止します。このパンチの数、それからやっぱり当てるパワー、力強さというのはすごいことがあります。勝負かけましたね、クータ、来ましたね、最後のラッシュでしょう。これここに勝負をかけてきているようです。このポイントを差し出いでリングス USA ジェレミー・ホーン下げに進むことができますでしょうか。これあのクータの首に体重かけてるんですけども、あれだけでも厳しいですよね。あ、そうね。ブレイク、おお、ジェレミー・ホーン結構消耗しています。疲れてます ね疲れてますよね、金原さん。飛びつきの十字は抜けたか、一発狙いだったんですが取れませんでした。今狙いは良かったんじゃないですか。そうですね、もうでもそのピシッと決める力が残ってないのかもしれません。ただやね、気持ちの方がちょっと泣いちゃってるんでしょうね。足じゃなくて腕だと思うんですけどね。おお、逆に上になっていこうというホーン。ジェレミー・ホーンはちょっと離れた方がいいかもしれません。ブレークがかかりました。もうあと50秒切ります。これはどちらが勝っても次の第2回戦はきついものが予想できます。ジェレミー・ホーンにアドバイスが飛んでいます。こちらも同じです。こちらも同じです。さあ、あと50秒に勝敗の分かれ目は託されました。タックルはもう勢いがありません。切られます、潰されます。このまま延長ラウンドが続きますと、どちらかにもうきっちりと振り分けねばなりません。どこ行ったというのは許されません。これは難しいですね、両者とも嬉しいですからね。そうですね、
どちらの何を有効と取るか、より有効と取るかと腕決めれそうですよ、今これですか、はい、ボディブロー入れてきました。いや場所悪いですね。そうですね、時間も、はい、そしてない。いやこれは難しいジャッジになりそうです。延長ラウンド終了です。どうしましょう。どうですかね。若干アグレッシブでジェレミ、ダンディ・クーターですね。現役の選手に聞くのも酷ですけども、どう、まあ、金原さん印象でも構いませんよ。ね、前半がジェレミー取ったんですよね、で後半がクートアなんですよ、で最後にまたタックルをジェレミーが取ったんで、まあ、微妙ですけどね、その辺のね、どういうふうにどれを一番重く重、ね、判断するかというジャッジの、はい、後半の方が印象がいいんですよね。そうですね、残ってますよね、はい、その強い印象がね、はい、トータル的な攻めだったらやはりジェレミーの方がですね、グランド行きましたから、攻めだったらジェレミーかなと思うんですけど、聞きましょう。ジャッジ藤原10対9ランディ・クートワー。クートワジャッジ太田10対9ランディ・クートワー。この時点でクートワーです。ジャッジ西10対9ランディ・クートワー。3人がクートワーに投じました。ランディ・クートワー選手の勝ちでございます。延長ラウンド明確な3人の方がクートワーに投じています。